どうも姉川です。助手のベイコです。悪魔城ドラキュラ風ゲームを作るをやっていきたいと思います。前回はユニティを使って作りますと言ってたけど、どういう風に作るの？ユニティを使えばどんなゲームでも作れるのだが、自由度が高すぎるがゆえに一から全て作るとなるとかなり時間がかかってしまう。じゃあどうするの？ユニティでは他人の作ったプログラムやキャラクターや音楽を買うことができるアセットストアというものがある。へえ、そんなのがあるんだ。アセットストアに行けば大抵の欲しい機能は金さえあれば買うことができる。ちょっとずるい気もするけど、時間があまり取れないという話だったから仕方ないか。そんなわけでアセットストアから 2D アクションゲームを作るのに最適なツールを見つけてきた。その名はコーギーエンジン。コーギー、なんだか可愛らしいわね。価格は定価66ドルだが、セール中で買うと半額で買えたりする。半額でもまあまあするのね。高評価がたくさんついてるだけあって機能は申し分ない。そうなのね。これを買うと何ができるの？ 2D アクションゲームを作成する上で必要なプログラムがたくさん入っているイメージだ。使い方さえ理解できれば、付属のプログラムを使うだけで大抵のことはできてしまう。コードが書けなくてもゲームが作れちゃうんだ。とは言ってもコードが全く読めないと内容理解できないと思うので、プログラムが全くできない人にとってはハードルが高い。なるほど、中級者くらいだったら扱える感じなのね。これを使って何ができるか見ていこう。今映っているのがコーギーエンジン付属のサンプルゲームだ。なんか見たことある感じのゲームね。これはブロフォースという 2D アクションゲームをイメージして作られているサンプルだ。銃を撃ったり、はしご登ったりできるのね。これはスーファミのマリオみたいね。多分、それを意識して作られている。これはヨッシーでできそうね。こんな風にロープを伝って降りたりもできる。銃で撃ったりもできるから、メタルスラッグや魔界村みたいなのもできそうね。こんな感じで画面切り替えもできる。泳いだりもできるのね。コイン取ったりもできる。確かにアクション作るには申し分ない機能ね。3D モデルも使えるから、ニュースーパーマリオブラザーズみたいな 2D アクションも作れる。ダメージ表示みたいなのも作れるのね。月下の野草局みたいな RPG 要素もある程度このエンジンで対応できる。あとはこんな感じでスマブラみたいな対戦ゲームも作れるらしい。マジで多機能ね。そう考えると安いかもね。ただ最初に言った通り扱いは難しいので、ユニティ初心者の人にはおすすめしない。俺もちゃんと使いこなせるか心配だ。まあそんなわけで、このコーギーエンジンを使って悪魔城ドラキュラ風ゲームを作ることにする。 OK、 頑張れ。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。さよなら、さよなら。